陸開催の21節から中3日で迎える連戦です。ナイトゲームです。東京味の素スタジアム J1 リーグの第22節 FC 東京対ヴィッセル神戸の一戦をお送りします。J1 通算400試合達成です。ファーサイドを狙います。クロスバーをかすめていきました。最後は橋本健斗、大久保嘉人キープ、高萩が来ます。引きつけてスペースへ戻してきた。シュート、決定機、いい崩しでしたね。一瞬にしてリズムを変えました。高萩から東、かなり、ね、押し込んで人数かけてね、早い攻撃ではなかったですけど、短いパスをつなぎながらいい形でね、はい、シュート突破してきましたけどね。フリーで前を向きます東。大久保嘉人、逆サイドが空いてきました。室谷コントロール、ラストパスからシュート、東でしたが浮きました。ここは前田が行きます。横に大久保嘉人、自分で運んでシュート、前田のシュート、ホドルスキー、シンプルに、これはオフサイドフラッグ、微妙でしたね。いいボールですよ。豊です。運びながらパス、一人飛ばした、コントロール抜ける、いやーよく防ぎましたね今。小林が今最前線張って、ポドルスキーは左サイド歩いています。動き出しましたポドルスキー。おー、いいボール、コントロール、シュートだー。いやー、ニュートンからポドルスキー、ちょっと思ったところにボール止まらなかったんじゃないですか、これはね、いやー、やっぱり見てるんですね。ピタッと止まったらこうズドーンっていくところでしたけどね。藤田が出ていきましたがブロックを押されました。橋本航からヘッド、大久保ビッグセーブ、クロスの質も良かったしヘディングも良かったし、一番良かったやっぱキーパーですね。橋本航からハーフナーマイク、これは見事ですね。徳永、大久保嘉人へ、あっと、室谷、豊か、先制東京。やはり最後はサイドから崩してきました FC 東京。いや見事な崩しでしたね今ね。スタートは徳永のビルドアップ、そこに大久保が絡んできました。そして室谷が飛び出していきました。まあ大久保がね、非常にうまくねボールを溜めながらタイミングよくですね、ディフェンスラインの裏にパス出しましたよね。もう今のタイミングしかないですからね、はい、あのパスコース、そしてパススピード、まあ見事だったと思いますね。
試合終了、1対0東京が神戸を下しました。J1 リーグの第22節 FC 東京対ヴィッセル神戸の一戦は1対0ホームの東京が勝利しています。